心臓がドキドキしてる。すっげえ暑かったな。みんなの演奏もマジで暑かったぜ。パリウもお客さんと一つになれたって感じでした。今までのラスのライブの中で一番だったと思います。何を言ってるの。この私がプロデュースするバンドなのよ。常に進化し最高のパフォーマンスを更新し続けるのは当然。はい、おっしゃる通りです、チュチュ様。でも本当に今までで一番の素晴らしい演奏だったわ。まさにパーフェクトでマーベラスなライブ。グランプリが取れなかったのは悔しいけど、チュチュさん、ボイ、ラスは最強のバンド。ここからもっともっとアップグレードして世界中を私たちの音楽で熱狂させてみせる。そうこなくっちゃな、プロデューサー。そのためには全員まだまだやるべきことがあるわ。まずロック、あなたは。失礼します。マリナさん、ライブお疲れ様でした。うん、みんなもお疲れ様。お客様からお祝いのお花をいただいたので届けに来たんだ。あ、ありがとうございます。わー、すごく大きな花束ですね。素敵です。本当だね。誰からの贈り物？ロックさん？ロックさん？どうしたの急に？何かあったのか？ごめんなさい、違うんです。嬉しくて。嬉し涙ってことですか？このお花、地元のバンド友達からだったんです。あ、メッセージカードついてるじゃんか。ロック最高だったよ、か。なんだ、いきなり泣き出すから何事かと思ったじゃない。すみません、嬉しいのとびっくりしたのとで思わず涙が出ちゃいました。そっか、今日のステージ見てくれたんだ。武道館には来られないって言ってたのに。もう、とっても素敵なサプライズですね。なかなか粋なことするじゃねえか、お前の元バンド仲間は。来てるならよ、顔見せに行ってこいよ。そうですよ、せっかく遠くから来てくださったんですから。でもまだミーティングが。いいわよ、ステージを降りて大切なお客様をもてなすのも大事なことよ。行きなさい、ロック。はい、ありがとうございます。ロック、どうしたの？立ち止まって。あの、チュチュさん、私をラスのメンバーに入れてくれてありがとうございました。何を急に。私、とにかくバンドがやりたくて一人で東京に出てきて、でもうまくいかないことばっかりで、このままバンドができなかったらどうしようって。だから、まさかこんな立派なステージに最高のメンバーと一緒に立てるなんて、少し前の私なら思いもしなかった。私をラスのメンバーに誘ってくれて本当にありがとうございました。お礼なんてノンセンスだわ、ロック。私の目に狂いはなかったってだけよ、チュチュさん。何？いいから早く行ってきなさいよ。はい、行ってきます。行ってらっしゃいませ。あの、今度は何？地元のみんなを楽屋に呼んでもいいですか？皆さんのことを紹介したいんです。なんで？パレオはロックさんのお友達にぜひお会いしてみたいです。そうだね、私もロックの昔の話とか聞いてみたいな。別にいいだろ、ケチケチすんだよ、チュチュ。チュチュさん、10分だけだからね、さっさと連れてきなさい。はい、ありがとうございます。
もお疲れ様です。私は学校を終わって帰るところで、今日はこの後朝日屋のお手伝いなんです。センターのお仕事ってやること多くて大変なんですけど、やりがいがあるんですよ。特に大きな浴槽を掃除するのはすごく疲れるんですけど、終わった時の清々しさは本当に格別で、今度朝日湯に入りに来てください。特に一番風呂はおすすめですよ。あ、そうそう、こないだラスのみんなが朝日湯に入りに来てくれたんですよ。メンバーみんなでお風呂なんて初めてだからちょっと恥ずかしかったですけど、みんなで肩まで使って100数えたりして。チチさんは早くお風呂から出たがってましたけど、マスキさんがわざと数え間違えたりして思い出してもなんかにやけちゃいます。チチさん、コーヒー牛乳は気に入ってくれたみたいです。レイユさんはマッサージ機が気に入ったみたいで、声が震えて面白いって結構長いこと座ってました。あと決勝の前の日にチチさんのお家のお風呂に入らせてもらったんですけど、テラすごかったんですよ。とっても広くて、あれはもうお風呂っていうよりプールって感じでした。その時もチチさんがゆでたこさんになっちゃって。間一髪でバレオさんが助けなかったらどうなってたことか。いや大変でした。あ、すみません、つい夢中で喋ってしまいました音楽とは直接関係ないことをしてるのかもしれないんですけど、なんやろ、バンドってことを実感してるっていうか、同じ釜の飯を食べるみたいなことを言うじゃないですか。そういう感じが楽しいです。あ、同じ釜の風呂。ああ、いえいえ、なんでもないですそれにこういう一緒に過ごした時間は音楽につながってるって思えるし、ラスが強くなっていってるような気がするんです。これからもラスのみんなと大変なことも楽しいこともいっぱい経験して強いバンドになっていきたいですね。あ、そろそろ戻らないと掃除の時間な。じゃあまた、よかったら朝日にも来てくださいね。